山口智之です。今日はこれから、三年坂の方に行って下り桜を撮ろうかなと思っております。今時間は5時前ですね。朝の、日曜の朝なので、ひょっとしたら結構人いらっしゃるかもしれないんですけどね。ちょっと静かすぎて大きな声が出せません。さあどうだ、とりあえず撮れたということで、今回はこれでいいかなと思います。結構人が入っちゃってるんでね、うまく仕上がるかどうかわかんないですけども、じゃあちょっと移動して、せっかく来たのでソメイヨシノの状況をちょっとパトロールしてから帰ろうかなと思います。さあどうかな、咲き始めって感じですかね。こっちも咲き始めてますね。空きれいですね。結構二分咲き、三分咲き、二分咲きぐらいなのかな。もう電車も動いてる時間なので、人も急に増えてきましたね。まだしっかりと、でも結構思ったより咲いてるんじゃないかな。これはしだれだからあれか、日当たりの加減かな。同じ木でも咲いてる場所と全然な場所とがありますね。ここもしだれ桜が見事に咲いてますね。橋の周りはソメイヨシノしかなかったと思うので、まだちらちらという感じですね。二分咲き三分咲きといった感じで、多分来週あたりかな、来週末あたりぐらいが一番よく咲いてるタイミングになるのかなという感じですね。ということで、またライトアップもしてるみたいなんで、タイミング合わせていきたいなというふうに思います。今日はこの辺で終わります。